こんにちは、土方隼人です。たった今マックスブレイクで100球突き終わりました。今日はこのキラックでブレイクを100球ついたらどんなデータが取れるかを今やってみました。いや、もうかなりヘトヘトになって、もう途中足痛くなって、まあ、最後の方は腕もちょっと痛くなったんですけど、無事に100球つけ終えることができました。いろんなデータを取ったんで、先に予想しながら見てもらうとちょっと楽しんでもらえるかなと思います。キラックでブレイク100回ついて、まずボールが何個入ったか、ボールが何個入ったかと、エースが何回出たか、あとマックススピードが何キロだったかをなんとなく想像しながら見てください。それではどうぞ。はい、それではブレイク100球チャレンジスタートします。1球目、1球目って気合いありますね。取り出しは見えずですね。
惜しい。ノーイン。探しながらちょっと真ん中からブレイクしていきます。ノーインだったんですけど、真ん中にしたら今 45.97、 とりあえず今までやった中の新記録です。はい、左足の軸に痛みの違和感を感じましたね。今やっぱり今スピードが一番遅かったんですよ。何があったかな。力を出せないという荒木選手のことを思い出しました。このまま思い切りついて足は大丈夫なのかっていう不安からスピードがだいぶ落ちてます。全力でいきます。足の回復を待ちます。4番インの取り足ありです。
40球目が終わって、このブレイクからちょっと僕がもともと強くついていたレールブリッジがあります。まあ、ただマックスではちょっとつけないんで少し抑えながらいきます。1回50球終わったので5分間の休憩を取ります。